バーゼル・ファスナハトは、スイス北西部の町、バーゼルで開催される、スイス最大のカーニバル。毎年杯の水曜日の翌週月曜から3日間に、渡り開催される。メインのパレードは月曜と水曜の午後。1万人から1万8千人のマスクをつけた、楽団が、カラフルな紙吹雪をまき散らしながら市内各所を回る。バーゼル・ファスナハト2013のモルゲンシュトライヒ。 グッケムジークのパレードバーゼルファスナハとは毎年配の水曜日の翌週月曜から3日間に渡り開催される。地元ではこの期間を1年で最高の3日間と呼んでいる。開催日は年によって異なるが例年2月中旬から3月上旬の間の3日間。カーニバルの期間、参加者は国籍、年齢、社会的地位などを取り払い、お互いを ファーストネームで呼び合う。カーニバルは月曜の早朝4時、暗闇の中でのパレード、モルゲンシュトライヒで幕を開ける。街の明かりが消された暗闇の中に約200の灯籠が浮かぶ様は幻想的でドラムとピッコロの音と共に市内を練り歩く。メインのパレードは月曜と水曜の午後に行われる。1万人から1万8千人のマスクをつけた楽団が カラフルな紙吹雪をまき散らしながらしない所をもある。それぞれのグループは過去一年の間の政治、社会、日常生活におけるホットな話題をテーマにウィットとユーモアを聞かせ灯籠や衣装を選ぶ。それらの題材はスジェと呼ばれる。近年では地元の話題にとどまらず国際的な問題も取り上げられる。グッケンムジークとはわざと音階を少し外して演奏する。 ブラスバンド。火曜の夜には、グッケンムジークの音楽隊が市内を練り歩き、大聖堂前の広場では、灯籠の展示が行われる。水曜午後から始まるパレードは、夜にかけて最高潮を迎え、木曜の早朝4時まで続く。まだ寒い季節の中、カラフルな衣装に身を包んだ人々が躍動する姿を、見るには絶好の機会。開催期間中は、市内を歩けば、 パレードの一段を簡単に見つけることができる。ありがとうございます。